皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。愛知県岡崎市岡崎農業応援プロジェクトということで掲載されていました。農業における物価高騰対策支援及び市民の方における消費の下支え等を通じた生活支援として、令和6年6月1日現在において岡崎市の住民基本台帳に記録されている方へ、市内のお米券取扱店舗等で利用ができるお米券を1人880円配布するものです。申請等の手続きは不要です。対象となる方へ8月末から順次郵送し、9月末頃に配送完了予定です。岡崎市内のお米券取扱店舗はホームページから確認することができます。その他詳細についてもホームページに掲載されておりましたので、対象の方は確認をしましょう。愛媛県、省エネ家電買い替えをサポートする愛媛県の脱炭素推進キャンペーンが14日スタートします。還元額は最大で4万円、期間中に対象の省エネ家電を購入すると購入額に応じて商品券が還元されるというものです。省エネ家電への買い替えで脱炭素デカポを推し進めるのが狙いです。担当者は、今回省エネ性能の高い家電を購入していただく際に最大4万円の商品券を還元することで買い替えの需要を高めたいと考えていると述べていました。対象となるのは、省エネ性能が三つ星以上のエアコン、冷蔵庫、テレビと四つ星以上の LED 照明の4種類の家電製品となっています。対象製品を1つ購入すると3万円を上限に、本体価格の半分の商品券、複数の購入で最大4万円の商品券が還元されます。キャンペーンの購入対象期間は14日から12月15日までの3ヶ月間で、予算の上限に達した場合は早く終了する場合があるということです。岐阜県大垣市、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象に、物価高騰の支援として支給する令和6年度物価高騰臨時特別給付金の申請を7月1日から受け付けています。対象世帯で手続きがお済みでない場合は手続きをお願いいたしますということです。対象世帯においては、令和6年6月3日時点において大垣市に住民票があり、令和6年度の住民税について世帯全員が非課税者もしくは均等割のみ課税者だけで構成されている世帯としています。またこちらの給付金は自治体主体で支給されておりますので、締め切りの期日が異なっています。大垣市は9月30日までに申請をということですので、申請が迫っております。手続きがお済みでない方は早めに申請をしましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、大根の花は見たことがありますか？ご質問ありがとうございました。大根の花ですね、見たことがなかったです。なので先ほど調べてみました。白い花びらがこう4枚あってですね、とても可愛いお花でした。そう思えば大根はよく食べますが、お花は見たことがなかったので、なんだかとても不思議な感じがしました。そしてですね、調べていたら花言葉もあるそうで、大根の花言葉は適応力、潔白ということで、大根の実は太く真っ白で、花も白色、花も純白で美しく、かつては鈴白と呼ばれていたそうで、そのことから潔白という花言葉が付けられたということです。確かに大根も白でお花も白なので、そんな感じがしますよね。皆さんは大根のお花を見たことがありますでしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
では、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。